はい、こんにちは、高野圭介です。僕は千葉ロッテ、阪神タイガース、台湾プロ野球、独立リーグ栃木、そして社会人野球をやってる投手なんですけど、サムネイルの通り台湾プロ野球のレジェンドの引退試合に行きます。日本球界で例えるならば巨人の坂本勇人選手のような活躍をして王さんやったり長嶋さんくらいの球界の礎になったような人の引退試合になります。それで僕も台湾時代に本当にお世話になった人で、この人の引退試合だけは絶対行きたいっていう風に思ってたんで、今回行けることになって本当に嬉しいです。その様子を見てもらいたいんですけど、いきなり倍速とナレーション何って皆さん思われるかもしれませんが、僕もねいろいろ見てもらいたいんですけど、ちょっと尺長かったら嫌なんで倍速っていうことでちょっとそんな感じで省かしてもらいました。それでは本編の前に台湾グルメを一瞬どうぞ。はい、何の時間だったんっていうのは置いといて、まあこういう動画も好きなんですけど、見てほしいのは引退試合なんで、それでは引退試合へどうぞ。T シャツは M サイズと BL サイズ、一番大きいやつ。すごいわ、何日の引退試合だ。たまらんね、台北ドームかっこいいし、こんなうまいことやるんやな。すげーわ。はい、天の声です。今ね兄貴という風に言ってたんですけど、今回の引退試合が超スーチー選手で、僕は仲が良くてすごく親しみを込めて兄貴って呼ばせてもらってたんですけど、実は最初冒頭の時ダラダラとずっと喋ってたとこあるじゃないですか。あれ5分ぐらい喋ってたんですけど、あそこの中で、まあ、今回の引退試合に行く選手のことを、まあ、兄貴と呼ばせてもらってますっていう話をしたんですが、まあ、それはとりあえずカットしておきました。兄貴は現役生活20年、すごいな、こんなに埋まることが台北では初めてらしいね。そもそも外野席まで埋まることも少ないのにね。ね、満席ですもんね。本当にね、兄貴の人気さが分かるぐらい本当に人の入り方で出てますね。はい、初登場していただきました兄貴こと張数智選手です。ちなみにですが、中国語って発音が重要らしくて、僕の読み方っていわゆるカタカナ読みなので発音としてはすごく微妙です。で、兄貴は背番号16番で、このバックスクリーンの絵は全部兄貴になります。今気づいたんですけど、トギアザーの HE のところが16になってますね。なんか違和感あると思ってたんですよね。なるほどね、編集しながらちょっとしたアハ体験でした。はい、見てる皆さんね、もうすでにお気づきかもしれないんですけど、これ内野席の人たちもめっちゃ大きい声で応援するんですよ。で、まだまだ序盤なんで、様子が、分かんないと思うんですけど、後半とかはもう立ち上がって応援とか、もうめちゃくちゃ凄まじいんですよね。これがやっぱちょっとね、日本のプロ野球の応援のスタイルと違う感じなところですよね。例えて言うんだったら、社会人野球の都市対抗予選なんかがちょっと似てるかもしれないですけどね。あ、チュンチュンや、チュンチュン。皆さん、チュンチュンさんご存知ですかね。さっきね、前の方でね、チアリーダーの方々が踊ってると思うんですけど、台湾プロ野球の応援スタンドというか内野席はね、ちょうどベンチの上ぐらいでチアリーダーの方々が踊って試合を盛り上げてくれます。ぜひ台湾プロ野球の楽しみ方としてチアの方を見るのもいいんじゃないでしょうか。それではめちゃくちゃかっこいいスタメン発表に入ります。めっちゃ楽しい。はい、というわけで1番 DH で兄貴が先発出場しているので、いきなり球場の雰囲気は大盛り上がりですね。もう雰囲気、おー、
やっぱりね、僕もここにちょっと乗っちゃいましたね。なんか乗ってんな乗ってんな、はい。というわけで1打席目からすごく盛り上がってるんですけど、やっぱりもう皆さんね、みんなカメラを構えてこう今ファール飛んでたんですけど、皆さんねもう全員総立ちですよ。こんなことね多分なかなかないと思うんですけど、昔プロ野球ファンの友達が推してる選手の引退はやばい、立ち上がるし声バリ張るし感情爆発するって言ってて、僕もその気持ち今回すごく分かりました。で結局カウンター深いとこまで行ってフォアボールでした。兄貴は普段中軸を打つようなバッターなんですけど、今日は1番に打順が入っています。1打席でも多く打順が回ってほしいという監督の思いのオーダーになってます。ちなみに監督は元阪神オリックスの平野啓一さんです。というわけで中心兄弟大チャンスなんですが、ちょっと後ろの人の帽子西武ライオンズでしたね。さっきも大谷翔平さんの T シャツを着てる人もいらっしゃいましたしね。台湾はすごく親日なんで NPB の野球グッズを使ってる方もちらほらいらっしゃいますよね。さあチャンスで1点入るか。というわけで点数入りましたね。点が入るとねチアの方を中心に内野大盛り上がりするんですけど、僕も試合投げてて思ったんですけど、内野の人たちがこうやって立って応援して盛り上がられるとやっぱり想像以上に迫力があって、やっぱプレッシャーかけられるので、ホームビジターでだいぶ雰囲気がガラッと変わるっていうのが台湾野球の特徴かなって思ってます。楽しすぎるっすね。めっちゃ楽しい、最高っすね。応援がやっぱ内野で応援ない日本は、台湾だけすごい、そんな感じで楽しんでたんですけど、チャンスの後にはピンチ、ピンチの後にはチャンスあるってよく言ったもんなんですけど、中心兄弟大ピンチになりました。確かねこのケース、まあ、満塁とかそんな感じだったと思うんですけど、はい、出てきましたね投手コーチ。皆さんもしかしたらこの投手コーチ見たことあるかもしれないんですけど、2006年の WBC で日本を苦しめたチェンミンワン王健民選手ですね。今は中心兄弟の投手コーチしてます。僕が台湾にいた2021年もコーチをやってらしたんで野球の話いっぱいしましたね。日本を苦しめた王健民のシンカーの握りと投げ方もその時教わったんで、まあいつかお話ししたいかなと思います。おー出てきましたね、平野啓一監督、元阪神タイガースの平野啓一監督です。後ほど登場してもらいます。ピッチャー交代で起用されているのがですね、このエンツー選手なんですけど、僕この選手とねもうピンドンですごく仲良くさせていただいてまして、もうマジで抑えてほしい、ここ頼む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 って頼む。はい、まあ今回はねちょっと打たれちゃったんですけど、彼ってもともと150キロ中盤ぐらいを投げるような剛腕ピッチャーだったのが、僕がいた時はちょっと肩か肘かの怪我でもう全く投げられない状態だったんですけど、それで毎日リハビリしてる様子っていうのをずっと見てましたし、タカさん一緒に頑張ろうよってよく言ってくれた選手の一人でもあって、一緒によくお酒を飲ませてもらってた選手がこうやって一軍の舞台に戻ってきてるっていうのは本当に感慨深いものがありましたね。もうめちゃくちゃ応援しました。で今ずっと踊ってらっしゃるのがチュンチュンさんですね。はい、可愛いチュンチュンさんをちょっとしばらくご覧ください、どうぞと言ったんですけど、もうちょっと次のシーン切り替わってしまいました、すいません。ちょっとチュンチュンさん見たい方は自分でバックで戻ってもう一回見直してください。今ね、スタンドにいると中心兄弟のファンの方々がこう声をかけてくださって、こうサインしてくれないかという感じで、何回かサインさせていただきました。今でもねこうやって声かけてくださったり、僕が在籍してた時のことなんかを喋ってくれたりして本当にありがたいなっていう思いでサインさせていただきました。ありがとうございました。 OK どうぞ、はい、冒頭でも言ったんですけど今日も4万人入ってて、兄貴の引退試合実は今日とその前日を合わせて2日あったんですけど、2日で8万人を動員しました。おそらく台湾プロ野球史上最多じゃないんでしょうか。というか引退試合2日やるっていうのもすごすぎますよね。さあ兄貴出てきました。これもうもしかしたらねこの打席は最後になるかもしれないっていうところで、もう実はね周りのファンの方々もうボロボロ泣き出してるんですよ。あーやっぱ兄貴ってすごいんだな、台湾プロ野球界に本当に貢献してきたんだなっていうのを感じると同時に、僕も結構こう正直なところ泣きそうになってました。はい、恥ずかしいですけど、はい。各位，在场的掌声送给我们手里最好，十六号。
今9回の表なんですけど、セレモニーの方出させてもらえることになったんで、今から移動してます。球場に行ってますよ。もう入っていいんかこれ、入っていいんかこれ。あ、OK、行きましょう。中に座って待つみたいです、はい、めっちゃ見られてる、ね。この時少し台湾時代のことを思い出してたんですけど、阪神戦力外になった時、怪我で自分のボールが投げられなくなったんですね。球速も140くらいしか出なくなったし、でも俺はまだやれる、チャンスある、自分の可能性にかけて勝負できる、やから NPB 戻りたい。でもどこでってやった時に、日本でプレーする場所がないっていう風になってて、それだったらもうじゃあ海外でもどこでも行って怪我直して強くなって帰ってきたるわって、いろんな国に当たって紆余曲折しながら結果台湾にお世話になったんですけど、台湾に行く時の気持ちは NPB に向けて1年間怪我直して調整する、言い方悪いですけど腰掛けみたいな感じだったんですよね。それが1年間いろんな台湾の選手との出会いだったり、アメリカ人コーチの出会いだったり、今回引退する兄貴と野球の話をずっとしてみたり、現地の小学生に日本語を教えに行ったりする機会もあったりして、野球を通じて台湾に来れたことが野球だけじゃなくて人生に大きな影響を与えるくらい本当に財産になったんですよ。だから僕は選手やファンをはじめ台湾にはすごく感謝します。なのでこうやってこの日に来れたのも何かの運命だと思いました。ちょっと動画の中でうまく言えなかったんで先にお伝えさせてください。それではどうぞ。始まった、ちょっと見たいな、見たいな、見たい。今天刚好是在我小时候，那时候看到我都是党员的激情在，在日本，然后打他。那是这个一年一年都有报道的，一共有多少？ここに一人。那我们看谁？我记得这家伙。在年轻一点，然后可以打中华三垒这样，真的好久。兄貴、本当に20年間お疲れ様でした。嬉しいです、本当に嬉しい。ありがとうございます。読んでくれたら見て、お仕事は。兄貴と会うことができました。本当に嬉しい。本当にお世話になった人なんですよ。台湾行った時に一人で、まあ心細くもあったんですよ。そんな中で、兄貴って日本語も喋るんですよ。本当にタカ、どうや、調子はみたいな感じで話してもらった人が今日引退するんですけど、ほんまに会うことができて本当によかった。本当に嬉しい。引退することで悲しくなる気持ちもあるけど、でも多分これ前進やと思うので、今後は兄貴と一緒に頑張っていきたいなと思います。本当にありがとう。兄貴がこうやってやってくれたから、呼んでくれたから、ここにいることができます。最後までその姿目に焼き付けたいと思います。これ花束を渡します。这件事情其实没有很贵。高野圭佑，好朋友。
でありますでは待って OK ありがとう明日の朝帰ります。ありがとうございます。